ではアンドロメダサクチャレですね、サクチャレというかレンタルサクチャレ、多分これが最後になろうかと思います。ちょっと10人は作ってる時間がないので、でデッキの方はまどかちゃんを入れてダブル相棒にしてます。で、クロセイラが抜かれてるんで完全にもう打撃で稼いでいくパターンですね。で打撃のタックに、まあ、相棒がどれだけ絡んでくれるかというところで経験点を、まあ、伸ばしていく方向になります。まあ、いつも通り練習からやっていきましょう。ここはまた加藤先生で、あらかたもいるしいいでしょ。ここででマジのトップ勢って2万点とか出てるよね。ほんとすごいんだけど、もう俺は目標点1万5000なんで、もうそこが限界っす。で超特訓は受けるでしょ。で説明は別に大丈夫なんで、でブーストがあってくれるとマジで助かるんだけど、ブーストがあるか、ここいいね技術で。破損セルは一番先頭に来てるんで破損セル弾いちゃえば問題ないんで、きっとここにしよう。でただ技術に偏りすぎるとマジでさばけなくなるんで、そこもね気をつけていかなきゃいけない。ある程度ちょっと精神も稼いでいきたいんだよね。あのミートを上げるときとかに精神使うんで。で技術、いやこれマジで技術だらけなんだ。筋力はねかぶってくれるんで、コピーセル今必要かって言ったら微妙だよね。で金特セルもいらないんで、ここでいきますか。破損セル弾いて打撃プラスプラスになってるけど、これ打撃3つになるの、ちょっとよくわかんねえや。いいや、やろう。でまどかちゃんは自己紹介で回復してくれるんで、まあ、これもありがたい。でちょっと VR をかけて、最初はね本当に技術がめちゃくちゃたまるんだよね。打撃が2つあるってか、ここでいけ。いやこれここにしよう。まどかちゃんも上げられるし、だからマジで打球の秒をとにかく取ってく。あとまどかちゃんねこれ経験点くれるから、それもいいところではある。打撃がいっぱい、大して変わんねえから。あー評価上げか。加藤先生この2人やっぱ評価低いからね。メイカちゃんジャベリン、ここはちょっとこれだな。まあうまく技術が生かされてるんで、でやっぱ評価上げ重要って本当に低いな。ジャベリンとか1回回復かけておくか。まあ加藤先生メイカちゃんあげられるし、守備と、そうここ減るからね。いやさらに減ったんだけど、197、ここら辺のクラスでさ VR かけるかっていうところなんだよね。これいきなりもう技術あぶれるから、打球の秒を取る。よし、最初のお決まりのパターン、ここじゃ評価上げ。やっぱり早めにタックを組めるようにすることも重要なんで、まあ、経験点も狙いつつ評価も上げつつ、まあ、どっちをどう優先していくかがなかなか難しいところだとは思います。どうしようかな。あここだな。これはちょっと印象入ってきてるけど評価だね、評価。まあ印象が1個入り込んじゃうのは仕方がない。全てが全てを完璧にっていうのはできないんで。そうこのイベントいいよ、これ固定イベントだよね。相棒2人上がるから回復外したくないんだよな。回復外したくないとなるとまどかちゃんがいないから破損セルが入ってくるな。敏捷が入り込んできてる段階で破損セルをさらに入れたくないから、コピー技術、あそうだね破損が入ってくんだよね。どうしようここ2敏捷か、なんかいいのがねえな。
最悪もう破損するわ。しょうがないか。技術精神で、まあ、ブーストがあるからちょっとしょうがない。破損が最後に入り込んだけど、そこは我慢しよう。これ体力減るんだよね。で絆はもちろんやっておく。で能力、とにかく経験点に走るから。でメンテだけちょっと見る。いや特になんもねえ。でブースト外れるのはさすがにな。敏捷敏捷か。敏捷敏捷だったら筋力技術にして寝て、打撃はでもね2つあるのは結構いいんだよね。え、これどれだけ増えるんだ、このセルが1個増えることによって。あ、いや、ちょっとこっちにしちゃおう。で、次寝る。寝て VR をかける。まあ、これはこれで体力。あ、間違えちゃった。間違えたけど。まあいいや。あれ、体力回復イベントが続くんで、悪くなかったんだけどね。選択肢を普通に間違えてしまった。こっちは上なんだけどね。メイカちゃん若干イベント数が多いっていうのはある。まあ、まどかちゃんのあの固有でどれだけイベントの確率がアップしてるのかはよくわかんないけど。はい、来ました。300100か。え、どうするの。ダブルタックの段階でさ、なんか使っちゃってもいい気がするんだけどな。だからここで精神が稼げてないとミートを上げられないから技術がさばけないっていう現象になる。300100回やっとこう。でエールタックもできるようになったし、あとはまどかちゃんだね。リラックスショー。悲しい。満タンになった。南極、これ何がいいの、よくわかんないけどめちゃくちゃ評価上がったな。ありがたいありがたい。98、46。欲しいのはちょっと筋力も欲しいんだけどね。うん、通常の素の経験点も加味しなきゃいけないから、ここ素の経験点か。てかジャベリン乗ってねえじゃねえかよ。まだジャベリンだな。ちょっとジャベリン評価を上げる。スカウトさんも10ポイントくれる。気合どうする。これテストって何なんだろうな。よくわかんないけど回復しておこう。いや、さっきリラックスしたんじゃねえのかよ。で、まあ A くらいにしておいて、あとまた技術を使えてバンと守備職人、こんなもんでいいでしょ。で残り2ターン、タックが来た時にやっぱり使いたいよね。ここの2人はもう乗ってるっちゃ乗ってる。ジャベリンがマジで乗ってない。一回ジャベリンやろう。これジャベリンの評価これダブルで上がってるわ。14ってそうだよね、2人分の評価上がってるよね。なるほど、そういうことも発生しうるのか。それは覚えておこう。で超特訓かけて、だからそう、技術をさばかなきゃいけないと。どうやって、どうやって技術をさばく。まず精神を使わないで技術をさばけるやつ、インコース。まあ伝打もそれなりか。不思議も結局は技術使うからね。さよなら男悪くない。でもバント職人、これでどうだ。でここで、ま、筋力精神もそれなりに手に入るからミートにさばける。でこれは健康管理回復する。まあ、そこそこ回復するな。
て、まどかちゃんって今どうなってんの、よくわかんねえ。あ、まあまあまあか。で、臨床があるけど、あと走塁練習ね。これちょっと押し出せばなんとかなるはずなんで、あらかたも来てんのか。いや、どうしよっかな。回復しながら技術筋力臨床か。まあいいや、ちょっとここでもブーストブーストつなげると多分本当に技術がさばけなくなるんだよね。それを考えるとすると破損コピーか。回復はでもやっぱ欲しいな。ないとちょっと練習がきついんだよね。ここはでも精神ブーストかけられるのか。精神ブーストって単品でも意味あんの？ちょっと意味ないってことは多分ないと思うけどね。破損が1か。いや、回復欲しいよな。技術精神精神臨床、精神も稼ぎたいっちゃ稼ぎたいからね。1個押し出されるのか。ここはかなりの悩みどころだな。まあちょっと回復欲しい。やっぱりありがとうございます。ここは監督にしとこう。監督の評価が上がるのか。あ、絆、これちなみに上回復するっけ。ここでそれはないか。でタックが来てて、メイカちゃんのワンタックか。メイカちゃんのワンタックだったら、ちなみにここやるとブーストがかかるんだけどな。いいや、一回まどかちゃんと遊んでおこう。で次に VR をかけて稼いでいく。これはよくわかんねえかな。断っとこう。一応見といて。999。やっぱり溢れるよ。400あるからどこまで伸ばせる？ちょっと弾道も上げとこう。よし、これ499まだ余ってる。で、まあ、78くらいか。大したあれではない。筋力普通に欲しいからな。130、あ、それ考えるとここでいいでしょう。ワンタックはちょっと弱いんだよね。魂のバット3回目。これ鉄人って絶対もらえるの？よくわかんないけど。いや、そんなに機能してねえな。ここ人がいっぱいいるけど、もう上げる必要もないしね。あ、じゃあちょっとまどかちゃんから経験点をもらおう。くれ。よし、32か。そんなに多くないね。でここは絆の追加イベントで回復できるんで経験点もらっときましょう。中吉、まどかちゃんは大吉。80、加藤先生は80。122。いや、この2つ欲しいっちゃ欲しい。欲しい経験点ではあるんだよな。そうすると肩が上げられるからね。肩を上げて敏捷がさばけるっていう、間違えた、技術がさばけるっていう。いや、超特化かけよう。どこまで行く？あ、いいじゃんいいじゃん。もうこれで、はい、まどかちゃんが乗ってるからね。しかもジャベリンコピーだったし。いや、コピーだからいいとかじゃなくて、まあコピーが役に立ったなっていう、ただそういうだけ。さて、ちーちゃんがまたブーストがかかってんね。あらかたがコピーか。じゃあここはちょっと肩を上げて、まあ全体的に技
術をさばいていく。パワー超低いこれ。撃てる気がしない。じゃあここは一旦まあ、回復精神、筋力、精神ブーストか。いや、どっちにしようかな。回復押し出される可能性あるからね。いや、そうすると、いや、ちょっとこっちにしよう。アベレージヒッター。ちょっとアベレージヒッター取っちゃおう。精神を、精神じゃない、いつも間違える。技術をさばくために。それだけ。あ、そうか、タックで来れたんだ。敏捷が2つ入ってくるけど、技術ブーストは取れんな。このな。でよ、ここどうしよう。これちょっと使っちゃおう、ハードリンク。まだこっちあるから。でここで VR をかける。いや、すげえ伸びるっていう感じでもないな。100、200か。いや、敏捷が欲しかったけど、ちょっとここは経験点に走るんで。回復ってどれだけすんの？あ、4上がってない。12が16になってる。我が名はジャベリン。これ何がいいの？わかんねえ。世渡り上手。そうなのか。253、600、700、800、まあギリギリ大丈夫そうかな。173とかだもんね。あれ、俺ミートって今どうなったんだっけ？もう上げ切ったんだっけ？いや、やっぱり回復いいや。回復あるともうほんと違う。これ何？まあコツだからね。技術。ちょっともう技術は無理だよ。965。で、そうするとちょっと対左を取っておくか。キャッチャーもまあ、ちょっと待って、対左。を取って敏捷が消耗しちゃったから、キャッチャーは無理か。でも100100か。あ、広角打法いいじゃん。で、精神が足りないからコントロールを上げづらいんだよね。連打も1でまあ取っておく。いい加減きつくなってきたな。コントロールに走るか。ここまでか。539まで。249、238。うん、まあ体力減ってるわけじゃないんでこっちでいいでしょう。で、残り一旦ここはやっておくか。まあ2つまだ余ってるしね、やっておくけどさ、572はもう無理だな。だって敏捷が足りないからね、さばききれんわこれ。あー、粘りからアシストで、ちょっとでもよし。これでいっか。これは完全に溢れたな。230。いや、どうする。572でもまあ400くらいは手に入んのか。いや、全然こっちよりは溢れないけど、でもやっぱり320にして敏捷を少し、どうせ溢れるんだったらっていう考え方だよね。筋力が70、80、90くらい取れんのか。いやー、じゃあやっぱこれだな。経験点のバランスが本当に難しい。だからメイカちゃんの精神ブーストがあってもいいと思うんだよね。
ミカちゃん精神ブースト今回来てないけどさ、来てないけど今回じゃあちょっと総力に注視してみる。あ、ちーちゃんがコピーになっちゃってるけど、いやここいいよね、技術打撃ブースト。でも技術どうすんのって話だから、どうすんのっていう話なんで、ここにしよう。これは7回、ちょっととりあえず敏捷しか手に入らなかった。これ技術手に入ったのかな。いやマジ無理だ。でメンタルでコピーセルか筋力、いやバランス悪、バランスが悪すぎる。精神2つか。まあ、ちょっと精神欲しいんで今回精神を中心的にやってみたけど、頼む、ちょっと待って精神が手に入った。998、ちょっと弾道上げよう。歯は残り枠70で、なんかいいの来たらもう速攻であれかけちゃおう、技術以外でね。あんまり技術が入らないやつ買ったらいいね。いやでもここもいいな、いやここだな、タックガード違うね。これどうする、いらん、精神よし。で敏捷が来てる、メンタルも来てるけどここはちょっと敏捷だな。いいや、もうかけよう、ここ超特訓で、この2つを大量に稼いでイベントのために技術をまた少しさばいておくか。これでまた肩が上げられる。肩どこまで上げたっけ。まどかちゃん経験点くれ、よしくれた、敏捷くれた、ありがとう。これはやっとこう。でここはちょっとメンタルにしとくか。80、ちょメンタルにしよう。でそこから肩94か、結構上がったな。でパワー上げればまあそれなりに技術はさばけるし、ちょっと足りなさすぎるんで。でそうすると盗塁とか、いや対左で技術をさばく。送球もまあ40使うからね、もうほぼ50使うから。あキャッチャー20万取ろう。内野安打悪くない。他ちょっとこれだな、プレッシャーな。19、少しでもさばこう。かく乱は60使うのか、でも精神全然使わないからね。これ取ろう、よし OK。 でまた集めていきますか。技術精神、技術、これだけ見るとなんか悪くないけど、ちーちゃんのあれを回収しておくか。技術ブースト、わかんねえ。筋力もまあ欲しいっちゃ欲しいんで、ちょっとでコツは押し出す。いやそりゃもうめちゃくちゃ肩強いからね。で破損せるか、なんかタックがうまくいいの絡んでくんないよね。敏捷、技術、回復、いやここだな。ちょっと筋力が欲しい、筋力欲しいんでここにしよう。
で、これは真ん中。で、タックが来て、これ全然いいものが回収できないから、一回遊んでおこう。これは下で回復して、上が回復したかどうかわかんないけど、下は絶対回復したんで。さて、400か。まあまあまあだな。で、ここの超特訓がかけられるかって言われたらちょっと微妙だよね。ここ。もうコツとかは別にいいんだよな。で、お任せしよう。ああ、超特訓かけられるっちゃかけられそうか。早急も取っておこう。流し打ちいいね。結構使うわ。粘りもまあ50か。一級入魂はね、精神を使うからね。やっぱり精神重要なんだよな。そうするとアウトコースちょっと取り直そう。ここでいいや。インコースアウトコース悪くないね。筋力と敏捷がそこそこ使って技術がちょっと多めっていう感じだから、しかも取り直しができるから、ここら辺の経験点バランスがうまくいけば繰り返せる。あ、30で、そこ潜入しない。250か。ここは180。いや、ちょっと250。ここだ。ちょっともう足りなさすぎる、他の経験点が。これちょっと将来を見据えて163、68。最後5月の2週でしょ。もう一回ちょっと VR かけたいな。超特訓ここもう次無理だから、海岸、5月の3週の海岸か。まあどうなんだろうね、この先どうなんのっていう話だから。ちょっとここの超特訓はまあすげえのが来たわけ。ひどい。もう一回やりたいはやりたいんだよな。敏捷、敏捷、破損コピーかよ。ここは筋力コピー、敏捷か。まあ、やっとこう。確かにタックでどれだけ回収できるかっていうのもね、重要だよね。星つくんで。いや、なんか少しでも経験点を伸ばそうとすると、敏捷があるから敏捷回収しておきたいね。敏捷、技術敏捷と4つ欲しい。精神敏捷、筋力か。一回これね。で、 VR かけて、まあ練習できるだけ練習しておきますか。で、打撃、結局打撃に走るのが精神が速攻もらえる。スカウトの評価もめちゃくちゃ上がるんだけど、128。あ、ここ悪くないけど死んでしまう、死んでしまうから、ちょっとこれ1回使おう。2回は練習できないかな。でも経験点的には、いや絶対ここだな、絶対ここだよね。やっぱダブルタックだよな。残り3ターンだけど実質2回しか練習できないからね。ダブルタックが来た段階で超特訓かけて、あとはもう絆でも進めていく。
まあ、一生これだけ稼げれば。まあ、そんなわけで。そんなわけで、一級入魂取ると精神がなくなるから。間違った、ローモールヒッターじゃねえよ。どこだ？インコース。確か一回決定しないといけないんだよね。で、またアウトコート、一回取ろう。ローモールヒッターが毎回目についちゃう。アウトコース。で、ささやき。からの、走塁で48だったらパワーヒを取ろう。50使えるから。パワー D しかないんだけど大丈夫俺すげえ打てる自信がないんだけど。レーザービームも60か、いいね。まあ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 、これだけあれば大丈夫。でここで少しちょっとフルヒッターはいらない。ホーム突入もどうでもいい。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、あの筋力稼げるじゃん。ここ平均的だな。86、あ、ちっちゃいじゃん。60、60、まあ、死ぬ可能性はあるけどね。それだったらこっちでいいかもな。86100だから14%。まあいいや、こうやろう。いけた。タイエース。で、これがなくなったんで、あとちょっとパワーを、やっぱ C、C が欲しい。C ないと無理。で、コントロールを少し上げていきますか。100くらいちょっと精神残しとこう。で、1、2、3、4回でしょ。これさ、この2人マックスになる。あ、どっちもクラッピーや。守備力。まどかちゃんの評価はちょっとマックスにしたいよね。うん、まだまだ大丈夫。だとこの能力、一応パワーヒア持ってる。パワーヒア持ってる。出て C あるから打てるはず。こいつらはね問題ないんだよ。オッケーフェアか。俺足めちゃくちゃ遅いからね。内野安打期待できない。ギャーハ、もう一回しまってきた。てかさ、もう1対2だと危ないから点を取っておこう。キャッチャーは俺だからね。で、あとはもうひたすら、あ、そらここら辺あの招き猫も持ってきてないんで、そんなに早くイベントは完走できないんで。で、まどかちゃん乗ってないな。甲子園行ったら何回か練習しないとね。ここは水泳の方がいいはず。け、お仕事お仕事があるんだ。あー忙しいっすね。体力か、もう今体力はいらないからな。メンタルだけ見よう。50だったら、だってこっちやった方がいいっしょ。体力の減りでイベント内容が変わるらしいんだけど、体力が減ってるとなんか体力を回復してくれるのかな。間違えちゃった。ちょっと能力をまた見ていきましょう。パワー上げるだけで70はまあ消費できるでしょ。で、精神がちょっと溜まってきたから、あともうすげえ伸びる要素はないんで、まあ、少し気にしつつ経験値を消費していけばいいかな。バッター新倉第9。よし
あ、ちょっと遅かったか。今のすげえチャンスボールだったんだけどな。ホームランを打てば問題ない。アンドロメダ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番メイクラ。投げた、ちょっと待って、打った、これはいい当たりだ。そう、結局ね、チェンジアップかストレートかって。アンドロメダリードで迎える5回です。なんとやっぱ振り遅れるんだよね。ホームランを放っている。来た、いった、場外。今回優しいなこいつ。来た、待ってほら、めちゃくちゃ取られるよ。もうメイクラ今日はソロホームラン3本も打っています。初球ストライクから投げました。打った、これは強烈。とりあえずこれ2点リードでしょ。いや、2点取られたよ。同点で迎える9回、若林、ツーアウトランナー1塁という場面で、さらばだ。何なの本当、アンドロメダ何なの。こんなんばっかだよね。平均でね、1試合やっぱ5失点する。大したの来てないから、これね、ちょっと待って、加藤先生、加藤先生も乗らない可能性があるな、これ。で、成長実感でしょ。間違えた、これ下が良かったんだ、経験を得た方。経験にすれば経験って200くらい手に入ったんだ。間違えた、今回結構またガバってんな。俺の守備力が悪いか、キャッチャーとしての守備力がないな。揃ってんのかな、それか。いや、ろくなものがない、ろくなものがないから、まあ、趣味に飛ぼう。今のところの自己ベストが多分14,700とかだったと思うんで、まあ最後出るからあれなんだけど、それはもう更新できないな。さっきの選択肢をミスったのは痛いな。てかもう今の段階で経験点見ればさ、これはいい当たりだ。入ればどうせ。マックス値が大体算出できるかな。アンドロメダ、もう2点取られてるし。っていうかさ、さっきの練習6ランなかったんだったら、初球を打ちました、セカンド左、加藤先生かまどかちゃんの評価上げなきゃいけなかったんだ。それも忘れてた。練習開始は残り2回。アンドロメダリードで迎える7回です。いや、さっきのはマジで無駄したな。体力とだから大体5点は取られんのこの高校は。そこは覚悟してやらないといけない。ちょっと待ってね、加藤先生が乗ったのか。加藤先生が乗ったで50。あ、もう一回できるよね練習。いや、なんか怖えな、回復しとこう。で、まどかちゃんが乗ってないとまた経験点下がるからね。で、加藤先生ってマックス値で多分経験点40しかくんなかったと思うんで。お待たせいたしました、ツーアウトランナーなしという場面で、そこもまた若干微妙なとこではあるけど。投げました、打ちました、ファール。相変わらず点取られるよね。ボール、俺のキャッチャーとしての役目を果たしてないのかな。投げました、打った、これは強烈。キャッチャーとしての役目を果たせないんだったらせめて点を取る。同点で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面でニークラ、インハイ際どい球、ボール。第2球、これはちょっと引っ張りすぎか。投球は3球目、投げました、これはいかないな、そもそも1点、アンドロメダ、いや、いい勝負だ。5回です。今日1打点、ニークラ、投げました、ボール。まずはこいつももうスタミナが切れんな。第2球、まあ、ここの高校はね、変化球をめっちゃ投げてくるけど、スタンドに入りました、ファール。第3球、その分みんな球速が遅いんで、打った、アルボー。なんとか見てから対応ができるんだけど、投げた、ちょっと待って、失投されても困るんですけど。これです、もう一本だ、もう一本欲しいよ、ホームラン。トップバッターはニークラ、もう第2球、投げた、外角高め、スライダーは縦は投げてこないの。第3球を
投げた。来ます。本当やだ。掴みました。なんとか勝ったけどさ。で最後、そのまどかちゃんいるかな。いるー、やっとこう。乗ってくれせめて。甲子園来るとさ、なんか追加イベント起きないからね。読んでうまく乗ったのかどうか。チームメイトじゃない。いや乗ってない。で経験っていくつだった？1万2000、1万3000か。ってことはここで1万3500、600くらいかな。1万4000は届かないな。ワンアウトランナー一塁という場面で新倉。こいつも大っ嫌い。マジバックソックストレート。まずは見送りました。第2球。どっちかってもう通信狙いだからね。ストレートを見送ってボール。第3球を投げた。バックソックは本当打てないよ。165キロの。4球目。打ちました。宇宙間へ持って取りました。ボールは中継。だからここでもね、マックス経験点取れないんだよね。この回はここはもうほぼ取れない。気になります。先頭バッターは新倉。第1打席はライトフライに倒れています。投げました。いや、ツーシームだけど。入れば同点だ。伸びた、伸びていった。やっぱりこう爆速が頭をよぎるから。ツーアウトランナーなしという場面で新倉投げました。内角低め、ツーシームは外れても割とツーシームはね投げてくれるんだよね。投げました。ほら打ちました。痛烈。このツーシームをうまく逃さないこと。あ、葵ちゃんに勝ってる。クリーンナップからの攻撃になります。てかさ、このチーム何なの、そもそもこの暗黒軍団。第2球なんか唐突に出てきたよね。投げました。アウトコース低め、カーバー外れてボール。投げました。しかもこうマリンボールとか投げないからね。みずきちゃんもクレセントボール投げないから、それやっぱダミーってことだから違うのかな、オリジナルとは。さあ5球目。能力は高くなってるけど、そういうのが失われてる。打ちました。フラフラッと上がった。掴みました。これ、まあ、勝ったけど結局5点取られたっていう。そしてホームランも1本しか打ってない。打ってないよね。まどかちゃん多分半分くらいに減ると思うんだよな、エピローグ経験点が。いやマジで2万出してる人とか本当すごいと思う。てかアンドロメダ難しい。で加藤先生40だったから80くれた。やった。なんか知んないけど評価乗ってたんだ。1万4000、ギリ1万4000に乗ったってところ。いやだから本来的な最終目標は1万5000だったけど、1万4758、これが現在のハイスコアですね。まあ3000に残れるかどうかなっていうところで、まあ今回は終わりだと思います。もうちょっとこれ以上は作れないんで、今回のアンドロメダレンタル作成はこれで終了したいと思います。お疲れ様でした。